はい、望月凛です。今回は、朝一業務改革コンサルタントである、池田千恵さんの書かれた、朝1時間で全てが変わる、モーニングルーティンを解説していきます。この本は一言で言うと、人生が変わるモーニングルーティンについて詳しく教えてくれる本だ。人生が変わるモーニングルーティン？モーニングルーティンってよく YouTube でも紹介している動画がありますけど、要するに毎朝の習慣ってことですよね。そうだな。ちなみにお前のモーニングルーティンはどんな感じだ？そうですね。目覚ましを止めてからスヌーズ機能をセットして二度寝して、出社時間ギリギリに目が覚めて慌てて会社に行く用意をして飛び出すまでが俺のルーティンですね。まあそれっぽいな。ちょっとリンさん、それっぽいって何ですか？この本では朝活の第一人者である著者が見出した誰にでもできる人生が変わるモーニングルーティンについて詳しく解説されている。朝の時間の使い方次第で毎日の過ごし方、つまり人生は変わってくる。マジですか？いつも時間に追われている人、時間が足りないというストレスを抱えている人におすすめの内容だ。俺だ。今回の授業を受ければそんな人生が変わるモーニングルーティンについて知ることができるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。1つ目は、習慣が変われば人生は変わるだな。結論から言うと、習慣が変われば人生は変わる。その前提でモーニングルーティンとは何かということから説明していこう。はい。さっきお前が言っていたように、モーニングルーティンというのは毎朝の決まった行動習慣のことだ。千里の道も一歩からということわざがあるが、日々の小さな行動の積み重ねがその人の人生を作っていく。つまり今までの人生を変えたいと思ったら、毎日のちょっとした行動を理想に近づけていけばいいんだ。なるほど。これから解説していくモーニングルーティンはたったの朝1時間あればできる内容だ。おう、1時間。後で詳しく説明していくが、ざっくり言うと、前半30分でやるべきタスクを整理し、後半30分で未来の理想に向けた活動をするんだ。でも俺、そもそも早起き自体が苦手なんですけど。安心しろ。本書では10年以上早起きを指導してきた著者による、早起きができるようになるポイントも解説されている。おお、知りたいです。早速次で早起きの心構えについて解説していく。次は、早起きは目的ではなく手段だな。モーニングルーティンで何をやるとか以前に、そもそも早起きが苦手という人は多いだろう。そうなんですよ。早起きを目標に頑張るんですけど、いつも続かないんですよね。早起きが続かない人によくあるのが、早起きするには強い意志や決意が必要と思い込んでいるということだ。違うんですか？行動科学の研究によると、運動や勉強も含めて何かの習慣を意志ややる気だけで継続できるのはたった 2% くらいだ。つまりやる気に頼っても続かないのは当然というわけだ。そうだったのか。そして早起きが長続きしない人というのは、早起き自体を目的にしてしまっているケースが多い。早起きはあくまで朝から活動するための手段だ。そこを勘違いすると、早起きしたものの何をしていいかわからないし、早起きのメリットも感じないから長続きしないんだ。それわかります。何のために起きたのかよくわからなくなって、結局二度寝しちゃったことがあります。だからこそ朝やるべきこと、つまり目的であるルーティンを明確にしておく必要がある。なるほど。早起きは目的じゃなく手段か。あと、これは当たり前かつ重要なことだが、適正な睡眠時間をとること。睡眠時間を削って早起きするというのは愚の骨頂だ。それじゃ続かないし、早起きしても行動効率が落ちるだけだからな。わかりました。次は、早起きが苦手でも時間は作れるだな。朝活というと、ものすごく早起きしないといけないというイメージがあるかもしれないが、そこは心配不要だ。中には8時間以上寝ないとすっきりしないという人や、起床時間が仕事の関係で安定しない人もいるだろう。だが何時に起きるかは大した問題じゃない。そうなんですか？もちろん仕事ギリギリまで二度寝しているのは問題外だが、要するに仕事に行く前や一日の活動を始める前に集中できる1時間が作れれば OK だ。そうなんですね。てっきり朝4時とか5時台に起きないとダメなのかと思ってビビってました。でも出社前に1時間も時間あるかな。時間は貯金と似ているところがある。余ったら貯めようというスタンスで貯金するのはとても難しい。だが貯金に回すお金を先に抜いてしまって、残ったお金で生活するようにすると案外どうにでもなるものだ。時間もこれと同じで、時間ができたらこれをやろうと思っていると、まず時間などできない。確かに。なので朝の予定に無理やり1時間のルーティンをねじ込んでしまって、残りの作業を余った時間でやるようにするといい。なるほど。そうやって朝自分と向き合う1時間を確保することで、焦るばかりで何もできなかった生活から少しずつ解放され、逆に時間に余裕が生まれてくるはずだ。次は前半30分でタスクを仕分けするだな。さて、いよいよ1時間のモーニングルーティンの中身の解説に入っていこう。まず前半30分ではやるべきタスクの仕分け、つまりやるべきことに優先順位をつけていくんだ。やることの仕分けか。具体的には、1、頭に浮かんだ今日のタスクを洗いざらい頭の外に出し切る。2、4色に色分けして種まきのタスクを見極める。3、種まきを細かい粒に仕分けし、すぐに取り掛かれる状態にするというステップだ。頭に浮かんだタスクを出すっていうのはわかるんですけど、種まきって何ですか？順に説明しよう。まず1のタスクを出し切るステップでは、今日やりたいこと、やるべきことなどのジャッジはせず、一旦思いついたやつを全部出し切る。そしてステップ2では、この表にあるようにタスクを4種類に分類する。重要だけど緊急じゃないタスクは種まきで赤、緊急かつ重要なタスクは刈り取りで緑、緊急だけど重要じゃないものは間引きで青、緊急でもないし重要でもないものは塩漬けで黒。そうやって色付きの下線を引いたり、蛍光ペンなどでマーカーをつけるんだ。ちなみに刈り取りに分類されたタスクは緊急かつ重要だから意識しなくてもこなせるが、重要だが緊急じゃない種まきはどうしても放置されがちになる。だからこそここでは種まきに焦点を当ててタスク化していくということだ。なるほど。そして色分けが済んだらステップ3で種まきに分類したタスクを細かく分解していく。分解？ついでステップ3、タスクの分解についてもう少し詳しく説明しよう。次はタスクを細かく分解するだな。例えば今日のタスクをこんな感じで仕分けしたとしよう。赤のマーカーが引かれているのが重要だが緊急性の低い種まきタスクだ。その中に新規取引先に向けた企画書制作というタスクがあるが、それをこんな感じでクライアントの悩みを調べる、企画ラフを考える、スケジュールを確認する、カラーで3部印刷するという風に細かい作業に分けて、どういう行動をすればいいのかを明確にしてすぐに取り掛かれるような状態にする。これがタスクを細かく分解するということだ。なるほど。確かに新規取引先に向けた企画書作成とか、タスクに書いてても実際何から取り掛かるのか迷っちゃって結局何もしなさそうです。まさにそこがポイントだ。仮にすぐ取り掛からなくて刈り取りのタイミングが来たとしても、あとはその分解した作業を計画通り進めていくだけなので気が楽になるし、ここまでは自分にできてこれは自分にはできないという見極めも早い段階からできるから、人に仕事を振りやすくなる。例えば必要なスタッフ数を確認する、カラーで3部印刷するという作業なら、頼もうと思えば他の人に頼むこともできるななどと気づくことができる。逆に人に触れない仕事だとしても、これは自分にしかできない仕事だと認識しながらやるだけでも仕事の仕方が変わってくる。そうか。この分解スキルを磨いていくとさらにいいことがある。一日終わって忙しかった割に仕事が結局一つも片付いていないという経験をしたことはないか？ありますね。そういう時ってマジでぐったりします。それは一つの仕事、つまりタスクが大きすぎるのが原因だ。だがちゃんと分解してやれば一つ一つの細かい作業は完了していくから、ちゃんと達成感や仕事が進んでいる感覚が味わえる。次はタスク化はメリットだらけだな。さて、こうやって1日の予定をタスク化し優先順位を決めていくと、自分にとって何が大切でどれを捨てるべきかを把握できるようになる。そしてタスク化しても1日で終わらせることができなかった時などは、自分に足りない部分が見えてきたりもする。タスク化をモーニングルーティンに組み込むことができると、こういう様々なメリットがある。代表的なメリットとしては、まず決め癖がつき行動が早くなること。目の前に現れた作業に対し、これは本当に今やらないといけないことなのか、自分がすべきことなのか、忙しい毎日の中で考えるのも面倒になってとりあえずやり始めてしまう。そういう心当たりはないか？ありますね。目の前に出てきたものを場当たり的に片っ端からダラダラ処理するのか、一つ一つこれはやる、これはやらないと決めて一日を過ごすのかでは、達成感も充実感もまるで違ってくる。タスク化に慣れてくると判断力自体も向上し、仕事全体にかかる時間も短縮できるようになるんだ。なるほど。またタスクの仕分けができてくると仕事を必要以上に抱え込まなくなる。なんでなんですか？なんとなくできてしまう仕事というのは細かく手順を分解するのがまどろっこしく感じるから、そのままやってしまうことが多い。だがその結果、人に任せればいい手順まで全て自分で引き受けることになってしまい、いつの間にかキャパオーバーを引き起こしてしまうことがあるんだ。だからこそタスク化する時にするべきことを分解して、ここは自分でできるけどここは周りに助けてもらうという段階までちゃんと考えれば、自分の作業量も減り効率的に仕事をこなすことができる。結果、仕事を必要以上に抱え込まなくなるということだ。おお、納得です。次はタスク化でやる気も出るだな。朝のルーティーンでタスクの仕分けを進めていく中で、なかなかタスクを潰すことができずにモチベーションが下がる時もある。そんな時はやはりタスクの粒が大きい、つまりタスクの分解が不足している場合が多い。タスクの分解の仕方がわからない時は、あえて書かなくてもできることをタスク化してみると、粒を細かくするコツがわかるようになる。書かなくてもできること？例えば、家の中を片付けるを分解してみるとこうだ。1、リビングを片付ける。2、キッチンを片付ける。3、書斎を片付ける。4、お風呂を片付ける。5、子供部屋を片付ける。6、クローゼットを片付ける。こうやって場所で分解すれば、タスクは6つに分解される。1日で全てできなかったとしても、6つ中いくつできたを数えることができ、進み具合を見える化できるんだ。なるほど。そしてさらに細かく片付けるを分解すると、1、いらないものを捨てる。2、散らかったものを元に戻す。3、掃除機をかける。4、拭き掃除をする。こんな風に場所6つかける片付け方4つで24個のタスクに分解することができる。結構細かく分けられますね。これだけ細かくタスクを分解すれば、一つもクリアできなかったということはありえない。タスクをできたと思って消せる達成感も多く味わえるようになり、モチベーションも維持しやすくなるというわけだ。おー、いいかも。今度試してみます。最後は後半30分で将来への種まきをするだな。前半30分ではタスクの仕分けをするという話をした。そして後半30分では将来への種まきをする。将来への種まき？自分の将来を考えた時、将来どうなりたいのか、何をしたいのかモヤモヤしている人は少なくない。そう言われると俺もそうかもしれません。今のままではいけないと思ってるんですけど、もやっとしているというか。そういう状況から抜け出すために、この後半の30分を使って頭の中を整理していくんだ。それが将来に対する種まきになる。手順は次の3つだ。1、悩みや課題、不安の原因を1テーマ1付箋でランダムに書き出す。2、横軸に時間軸、縦軸に解決できるかどうかで表を作り、1の悩みを分類する。3、自分が動くことで解決できない悩みは心配するのをやめ、自分が動くことで解決できる悩みのみに注目し、短期的なものから順番に解決策を考えていく。ポイントは、頭に思いついたものを順番や悩みの大きさを気にせず記入して、頭の中のモヤモヤを空っぽになるまで付箋に吐き出すことだ。例えば、やることが多すぎて忙しい、会社が倒産するかも、結婚できないかもしれないなど、仕事プライベートの区別なく思いついたまま自由に書き、その後こんな感じでペタペタと付箋を貼り付けていく。そうすることで、悩みの大きさや時間軸など頭でぐるぐる考えているだけでは解決策が見えてこない問題を、一歩下がった視点から見つめ直せるんだ。なるほど。そして横軸は時間軸になっているから、まずは手をつきやすい短期の問題から解決策を考えていくと、徐々に頭がすっきりしていくのがわかるはずだ。そして本当にやるべきことがタスク化され、悩みや不安も着実に解決していくことができるというわけだ。おお、確かにこれを朝の習慣にしたら頭すっきりしそうです。まとめだな。習慣が変われば人生は変わる。早起きは目的ではなく手段。早起きが苦手でも時間は作れる。前半30分でタスクを仕分けする。タスクを細かく分解する。タスク化はメリットだらけ。タスク化でやる気も出る。後半30分で未来への種まきをするだな。ちょっと明日から早起きして、今日教えてもらったモーニングルーティンやってみます。最初はタスクの仕分けにも戸惑うかもしれないが、慣れてくるとサクサク仕分けられるようになるはずだ。慣れるまでは面倒でも、紙の手帳やノートを使ってアナログで作るのがおすすめだぞ。アナログですか？電車内でしか時間が取れない等の理由があれば、スマホアプリを使うのもありだが、スマホだと他の情報も入ってきたり、つい SNS やニュースのチェックをしてしまったりと、集中力が維持しにくいからな。確かに俺スマホだと集中できなくて無理そうです。ルーティンを始める前に専用ノートとペンや付箋を用意しておくといいだろう。わかりました。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。